のりこさまが、8億円の税金をポケットに入れた方法に一同驚愕秋篠宮邸改修費で、宮内庁と外務省も、グルになって、皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。悠人さまの特権入学など、 何かと世間をお騒がせしている秋篠宮家ですが、どうやら、住宅の改修工事についてもある不正疑惑が浮上しているようです。天皇家のお引っ越し費用に比べて、秋篠宮邸の改修工事は、なんと、その6倍とも言われているのですが、今回は、そちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきたいと思います。まず、一つ目は、 先日行われた愛子さまの成年会見についての話題をお届けします。ここからは引用を含みます。さて、先日、天皇皇后両陛下の長女愛子さまがご成年を迎えられたことを受けて、お一人で記者会見に臨まれました。昨年12月に成年を迎えられてから3ヶ月余り。今回の記者会見では愛子さまが、 どのような青年皇族像や将来を思い描かれているのか、とてもよく伝わってきたと記者たちは話しています。愛子さまは、どのようなことを大切に準備したかと申しますと、一つ一つのご質問、事前にいただいたご質問に対して、なるべく、具体的に、自分の言葉で、自分の思いを皆さんに知っていただけるように伝えたいと思って準備してまいりましたと、このように、 会見前の準備について述べられています。メディアやその先にいる国民へ、ご自分の思いや考えを、できるだけ真摯に伝えようとされていることが、お言葉の端々から感じられましたね。特に、関連関取では、大学生らしい愛子様の受け答えが印象に残った方も多かったようです。父から聞きましたのは、聞いてくださっている皆さんの顔、お一人お一人の顔を見ながら目を合わせつつ、 自分の伝えようという気持ちを持って話していくというのがコツだという風に他にもございますけれどもそのようなことをいろいろぶつえていただきました愛子さまはこのように述べ天皇陛下からのアドバイスを明かされていますどことなく陛下に似たようなユーモアが感じられまさに愛子さまのお人柄が現れていると言えるでしょう実際に愛子さまの記者会見の映像を拝見していて優しげながら 目力を感じさせる豊かな表情でお話になっているという印象を受けましたが、記者全員のことをゆっくりと見渡されるように前を向いてお話になっていたのも印象的です。この記者会見の後、ある宮内庁関係者は、愛子さまのご成長ぶりについてて、感極まった様子でこのように話しています。ご立派、その一言につきます。最も大きく心を揺さぶられたのは、愛子さまが、 陛下や大スメラギ陛下の精神を受け継ぐお考えを示された後に述べた内容です。行事の際などに、皇室の皆様にお目にかかった折には、皆様のご著作や立ち居振る舞いをおそばで拝見し、そのなさ利用をお手本とさせていただきながら、少しでも皆様に近づくことができますよう、努力したいと思っております。と、愛子様はこのように語られました。ご自身の今後や生き方について、 後続型ののさ利用を取り入れていいきたたととせるほど、成長なさったのだと感じました、よ。また、愛子さまは、ご両親である大スメラギ陛下と雅子さまへ感謝と敬意を繰り返し語られていたのも印象的でしたね。特に、雅子さまについて、母という表現でお話になったところに深い思いを込められたのではないでしょうか。愛子さまはこのように述べられました。母の、生まれてきてくれてありがとうという言葉にかけて、私も、 産んでくれてありがとうと伝えたいと思います。また、これまで、両親には、様々な機会を与えていただいたり、私の成長を愛情を持って、温かく見守ってきていただいていて、そして、そういった両親の生活面で支えてくれているところなどにも、深く感謝しておりますので、そのことについて、お礼を伝えたいと思います。そして、これからも、どうかお体を大切に、これからも、長く、 一緒に時間を過ごせますようにという言葉も添えたいと思います以上が一つ目の記事の内容です。まさに平成の激動の時代を耐え忍んできた雅子さまと愛子さまの絆の深さが伺えますね。最後まで立派に天皇家のご長女としての決意が滲むような記者会見でした。今後、ますます青年皇族としてのご活躍が期待されることでしょう。では二つ目の記事に移ります。さて、現在、 秋篠宮邸は改修工事に入っていますが、なんと35億円もの税金を使って改修工事が行われています。早ければ今月か4月には工事が終わると見られていましたが、テレ東 BIZ の取材によると工事の全容がまだ固まっておらず、来年度中には終わらない見通しだとのことです。国民が一番関心を寄せているのは、 アセミ流して納めた税金がどのような使われ方をしているかでしょう。これまで、秋篠宮邸の改修工事では、その予算がいくらなのか、それぞれのマスコミによって、報道の仕方が異なっていました。今年になって、その正確な金額である工事業者の落札価格がようやく明らかにされました。果たして、正確な金額は、35億円なのか、36億円なのか、 はたまた50億円なのか。秋篠宮邸改修費に関する、宮内庁の工事はこのようなものでした。1、工事概要、愛品目分類番号、41、2、工事名、秋篠宮邸改修補管工事、3、工事場所、東京都港区元赤坂、4、清水建設株式会社、25億1570万円、いかがでしょうか。要するに 総工費35億円とも36億円でもなく、テレ東 BIZ では50億円とも言われた秋篠宮邸改修費は実は25億円だったことが分かります。もちろんこれは秋篠宮邸と赤坂東邸の改修費であり、仮護宮所のが含まれていないので、それらも含めた合計は35億円となるでしょう。しかし、か それでも巷またデルフされている14億円よりも8億円も安い金額です。なんだ、鬼と呼ばれるのりこさまも国民が納めた税金を大切に使おうと思っているのかという感想も出てきそうですが、ここからが、のりこさまの悪だ組だと、元宮内庁職員の高知誠一氏は述べています。そもそも、皇室の費用は、すべて、 税金を原資としている以上、改修工事費をなるべく安く抑えるのは当然のことです。にもかかわらず、当初の改修工事費の予想より8億円も安くなっているからといって、のりこさまを褒めるのはおかしいと言わざるを得ません。むしろ、改修工事費が8億円安くなっているのであれば、その8億円が、のりこさまのポケットマネーになる可能性もあるのです。すでに、 今年度予算の概算要求が通っている以上、この浮いた8億円が、一体どこにあるのか、秋篠宮家の使用費となっているのではないか、このあたりは、しっかりと調査していく必要があると思います。以上が、二つ目の記事の内容です。秋篠宮邸の引っ越しが公表されてから、随分経ちますが、時の流れに比例するように、 どんどん予算も跳ね上がってますね。元宮内庁職員の省内さんも述べていますが、ただで、佐江眞子さんの結婚問題や小室圭さんの警備費用などで、秋篠宮家には、金に、汚いイメージがついています。そもそも、いくら皇族とはいえ、上皇ご夫妻の引っ越し費用6億円に対して、35億円は、どう考えてもおかしいわけです。一体、なぜ、そこまで、 国民の血税が使われることになったのか。秋篠宮家には改修工事についての説明責任があると思った方は、本日も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ、評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。